石原慎太郎、石原慎太郎、石原慎太郎、旧時代、石原慎太郎、1932年、昭和7年9月30日隊は、日本の作家、政治家。参議院、議員、一期、環境庁長官、第8代、運輸大臣、第59代、東京都知事、第14代、第15代、第16代、第17代、衆議院、議員、 旧期、日本維新の会代表、共同代表、次世代の党最高顧問を歴任した。兵庫県神戸市生まれ、神奈川県立湘南高等学校、一橋大学法学部卒業。一橋大学では、社会心理学の南博史ゼミに所属。大学在学中の1五十六年、昭和三十一年に、分断デビュー作である、太陽の季節が、 第34回、芥川賞を受賞、太陽族が生まれる契機となる。また、同作品の映画化では弟、雄二郎をデビューさせた。作家としては他に、芸術戦消文部大臣賞、平林太鼓文学賞などを受賞。ノーといえる日本、新日米関係の豊作マイナス、森田明夫との共著、雄二郎を題材にした、弟は、ミリオンセラーとなった。 1968年、昭和43年に参議院議員となり政治家に転ずる。福田武雄内閣で環境庁長官を、1987年、昭和62年に竹下内閣で運輸大臣を歴任。1995年、平成7年議員辞職。1999年東京都知事選挙に出馬。立候補の表明は、 有力候補中最も遅かったが、舛添ゾ洋一、鳩山国夫、赤市康史、柿沢孝二といった有力候補を抑え初当選する。2003年東京都知事選挙では、都知事選史上最高の得票率で再選。2007年東京都知事選挙では、浅野志郎らを破り参戦。2011年東京都知事選挙では、当初不出馬が取り沙汰されたものの、 東国原秀夫らを破り四戦。2012年、平成24年、後継に猪瀬直樹副知事を指名し、次期衆議院選挙に出馬するため、東京都知事を辞職。同年の第46回衆議院議員総選挙に、日本維新の会の候補として比例東京ブロックで、当選し17年ぶりに国政に復帰。その後同党の分裂と次世代の党の決闘に参加。 2014年の第47回衆議院議員総選挙では、党の熱意により落選覚悟で出馬、落選の確定を受けて、政界委員会。趣味は、サッカー、ヨット、テニス、スキューバダイビング、射撃。実定は、俳優の石原裕二郎。長男は自由民主党衆議院議員の石原信明。次男は、俳優、タレント、気象予報士の石原吉住。 三男は自由民主党衆議院議員の石原、広志だか。四男は画家の石原信弘。湘南高校サッカー部、一橋大学柔道部、サッカー部と体育会系の一面も持つ。サッカーに関しては、高校大学ともに、レギュラーで試合に出場している。文芸評論家の江藤敦史とは、同級生であり、共に高校の先輩である、歴史学者。 江口牧ぼ宅に訪問したりしていた。江藤とは、作家となってから協調を出版するなど、1999年に、江藤が自死するまで交流があった。文学では、ジャンコクトーや、レイモナディゲ、アーネスト・ヘミングウェイを読んでいたという。公認会計士になるために、一橋大学に入学したものの、会計士には向かないことを自覚した慎太郎は、 休館していた一橋大学の導人誌、一橋文芸の復刊に尽力する。ある日、神田の一橋行動で、助水会、一橋大学の OB 会取材の公開講座に、OB の伊藤聖が来た際、受付にいた慎太郎は、伊藤の講演記録を取り、それを、一橋文芸に掲載しても良いか伊藤に辞た。その翌年、導人誌はれたが金が足りずに困り、慎太郎は、 友人と久我山に住む伊藤に資金援助を頼みに行った。その時のことを伊藤は以下のように10回している。新太郎はこの同人誌に諸女作である灰色の教室を発表し、文芸評論家の浅見園に激賞されて自信をつけたのをきっかけに第2作目の太陽の季節を執筆することになる。太陽の季節を引っさげて華々しくデビューした時、 マスコミは新太郎をこぞって取り上げた。以下はそのうちの一つ。石原は後に、この点について、芸術生活編集長、ご気白日との対談の中で、女親っていうのは馬鹿だから。主義主張が母親の意見で変わるなんて嘘ですよ。精神風俗としてそういうものに興味を持ったから、親が心配したというだけの話ですと否定的に、語っている。 一橋大学在学中に太陽の季節で第1回1955年度文学会、新人賞と第34回1955年下半期芥川賞を受賞した作品にみなぎる若々しい情熱や生々しい風俗描写、反倫理的な内容が賛否両論を巻き起こした同作が映画化された際には太陽族という流行語が生まれた その後、処刑の部屋、映画原作、生産といった現代の世相を鋭くえぐり出すのが特徴の同種の作品を多数発表した。1970年、昭和45年に、化石の森で芸術戦消文部大臣賞。1988年、昭和63年、聖寛で平林太鼓文学賞を受賞。弟、雄二郎を描いた1996年。 平成8年の弟は百二十万部を売り上げ、毎日出版文化賞特別賞を受賞。また1969年、日本について語ろう、小田実と、京著、2001年、我が人生の時の人々で、いずれも文芸春秋読者賞を受賞している。1995年から2012年まで、芥川賞の選考委員を務めた。口の批評も多かったが、 また吉栄エ辻ひとなり、花村万月、町田康史、青、大雄一、中村文則、青山七重、西村健太など、強く推して、受賞に至った作家もいる。また、1992年から1999年まで、三島幸男賞選考委員を務めた。創作以外にも多くの著作があり、スパルタ教育、1969年、70万部、 ノ脳といえる日本、1989年、125万部、ホッケ行を生きる、1998年、33万部、おいてこそ、人生、2002年、82万部、新、ダラクロン、2011年、25万部、天才、2016年、92万部などが、ベストセラーとなっている。映像作家としては、 弟の裕次郎を世に送り出すことになった自作の映画化、狂った果実で脚本を担当して、以降、映画やテレビで自作小説の脚色を多く手掛けているほか、1958年、昭和33年、東宝映画、若い獣で初監督を務める。2007年、平成19年5月には、特攻の母と呼ばれた鳥浜と,と特攻隊員の、 交流にスポットを当てた映画、俺は君のためにこそ死にに行くを発表。制作、指揮、脚本を手掛けた。石原は、首相だった宮沢貴一に鳥浜止めに国民栄誉賞を贈るよう進言したことがある。映画公開同年、鹿児島のチラン特攻平和記念会館内に自らデザインした鳥浜への検証費を立てた。検証費には、石原による文言。 トメイさんは、人々を救う菩薩でしたなどが刻まれている。俳句については、日本人の感性ならではの提携詞とする見解である。数学者の岡清の、芭蕉の俳句研究で数学の難問を解けたとする、10回を紹介しながら、日本の俳句について、たびたび話している。正解進出以降、発表する、作品数は減ったものの、一貫して、創作活動を行った。 ベトナム戦争を取材した経験から政治家を志し、田中角栄の近県選挙を批判。1968年、昭和43年に、第8回参議院議員通常選挙に、全国区から自由民主党公認で出馬。史上最高の301万票を集めて初当選。1972年、昭和47年、第33回衆議院議員総選挙に当選。 衆議院に倉替えする。1973年、昭和48年、田中角栄による中華民国と国交断絶し、中華人民共和国と国交を結ぶ日中国交正常化に反対し、反共を旗印に政策集団、政覧会を結成する。1975年、昭和50年、東京都知事選挙に出馬。 ミノベ・両吉の革新都政に挑戦するも、僅差で敗れる。翌1976年、昭和51年、第34回衆議院議員総選挙で、国政復帰。選挙後に発足した、福田赳雄内閣で、環境庁長官にとして初入閣。在任中は、水俣病保障問題に取り組み、日本国政府として、社員を表明し話題になった。一方で、 偽患者もいる。患者団体が政治組織に利用されている。と発言を行い、退治性水俣病患者の上村智子に土下座して陳謝する一幕持った。1979年、昭和54年、政卵会の後継団体として自由革新同友会を結成するも勢いが振るわず、1984年、昭和59年、政和政策研究会に合流する。 1987年、昭和62年、竹下内閣で運輸大臣に就任。1988年、昭和63年5月に新東京国際空港を視察する。その際、成田新幹線用に作られ放置されたままになっている成田空港駅を見学した。成田新幹線は沿線住民の建設反対運動や、 日本国有鉄道財政悪化の影響で建設工事がほとんど進まず前年の国鉄分割民営化で工事計画そのものが失効したが成田線と交差する位置から成田空港駅まではほぼ工事が完成していたその出来上がっている成田空港駅を見学した石原は法規制に縛られている新東京国際空港公団関係者の懸念を よそに、寸んでの鉄道を入れろと発言し、その年の10月には上下分離方式の成田空港、高速鉄道が設立され、2年半後の1991年、平成3年3月には、JR 東日本と京成電鉄が成田空港駅に乗り入れを開始した。1989年、平成元年、亀石塚、平沼竹を、園田博幸らに押される形で、 総裁選挙に出馬するも、形成会が押す川本派の回復都市記に敗れる。1990年、平成2年の第39回衆議院議員総選挙で、旧東京4区で長男の信明が初当選し、不死揃って衆議院議員となる。1995年、平成7年4月14日、議員在職25年表彰を受けての衆議、臨本会議場での演説中、 日本の政治はダメだ。失望したという趣旨の発言を行い、衆議院議員を辞職した最初の地盤継承者は、栗本慎一郎。議員辞職から4年後の1999年4月、東京都知事選挙に立候補。先に立候補を表明していたナミール、政治家を尻目に圧勝する。以降、4期14年の長期政権を築き、様々な政策を推し進める。 2011年に4期目に入った頃から国政の政権与党である民主党の混乱の中で次の首相候補として名前が取り沙汰される。2012年10月、石原は4期目途中で知事職を辞任し国政へ復帰した。衆院選当選時に80歳と高齢でありながら党を代表して国会での質疑に立っている。 国政復帰初の2013年2月12日の国会質疑を国民への遺言とした。同年4月17日と12月4日には安倍首相との党首討論に臨んでおり、10月16日には衆議院本会議において代表質問を行った。国政復帰後は主に自主憲法の制定を強く訴えている。現行憲法は全文は極めて醜い日本語で、 歴史的正当性がなく、アメリカが日本の解体統治のために一方的に促成したものだとして、衆議院本会議で質問に立った際に変更を促した。石原は議員当選後に体調不良から入院し、姿を見せない時期がしばらく続いていた。これに対し、2013年3月28日に、週刊新潮が、菅羅オトの周辺が、 石原の脳梗塞発症説を漏らしている報じた。その後、3月30日に退院した石原は、復帰に伴う記者会見において、軽い脳梗塞を発症していたことを認めた。日本維新の会では、大阪系の議員だと、政策や党運営で対立する局面がたびたびあったが、原子力政策をめぐっては2014年3月に、 石原が会長を務める党エネルギー調査会の初会合で講演中、当時会期中の第186回国会で採決予定だったトルコなどへの原発輸出を可能にする原子力協定について、党が昨年12月の両院議員総会で多数決で原子力協定反対を決めたことをバカバカしい高校の生徒会のやり方だと批判。その上で、 私は採決の時賛成すると明言した。党の方針に背いて、独自に行動することを宣言したことに反発した、大阪系の浦野康人衆院議員、当選一回が、党の決定に反対なら、党から出て行ったらよろしいと発言、他の複数の大阪系議員も同調した。さらに結の党との合併協議に際しては、結の党は、互憲政党だなどとして否定的なスタンスを貫き、 新党の綱領に自主憲法制定を目指すなどの文言を入れることに固執。あくまで意見の隔たりの大きい結と合流し政界再編を目指す橋本、共同代表や松野来急、国会議員団幹事長らとの決立が決定的となった。2014年5月28日付で日本維新の会からの文党を表明、同6月5日付で 新党準備会を発足。石原グループの離党ではなく一度解散した上での分党、政党助成法上の分割という手続きを取る子で、維新が受け取るはずだった、政党助成金は、議員数に比例して、橋本グループの新党、日本維新の会と、石原グループ、次世代の党の両者に安分される。七月三十日までに、両者間で、政党助成金の分配額など、 文頭に必要な手続きに関する協議を終え、7月31日総務省への解散届でもって正式に文頭。翌8月1日に平沼卓夫党首として、新党、次世代の党を発足総務省へ届けで、石原は党最高顧問に就任した。2014年11月に衆議院解散が確定的となると、 石原は高齢を理由とした自らの体調不安から選挙前の引退を失唆した。しかし、党内からの強い希望もあり、比例単独候補、東京ブロックとして出馬を決断。石原本人の希望により、後輩を一人でも多く当選させたいとして、比例順位は最下位に当たる9位だった。結果として、次世代の党は石原が出馬した。 東京ブロックを含む全ての比例ブロックで議席を獲得するには至らず、石原は落選。選挙後の2014年12月16日に記者会見を開き、正解引退を表明した。会見で、歴史の十字路に何度か自分の身をさらして立つことができたことは、政治家としても、物格としてもありがたい経験だったと述べ、割と晴れ晴れとした気持ちで正解をされるとの見解を述べた。 2015年春の報相で、朝日大受賞受賞。豊洲市場の土壌汚染、築地市場移転問題に関連し、土地購入をめぐる責任を理由として石原が、東京都に578億円の賠償することを求める住民訴訟があり、東京都は2017年1月に、石原の法的責任調査に乗り出した。また、都議会に設置される百条委員会において、 同年3月20日に、石原が出頭した。先立つ3月3日に、石原は会見し、自らに、責任はなく、豊洲は安全であり速やかに、豊洲移転を行わない、小池百合子知事に責任があると求断したが、これに対し小池知事からは、人の責任というのは勘と批判された。なお、石原は、交渉には全く関与していないと証言で述べたものの、 一橋大学 OB 会の助水会で東京ガスの上原英治社長と豊洲移転について語っている。100条委に都が提出した資料に石原都知事への青島幸夫元知事からの引き継ぎ書類があり、そこに豊洲に移転させる方向性が示され、それ以外の候補地は記されていないことが承認官文に先立つ等か分かった。3日の記者会見で知事就任早々に 豊洲移転は、規定路線と聞いたと説明しており、それを裏付ける資料となる。石原の言う豊洲の安全性について、建屋の安全性には2016年12月末に、検査済み証が交付され、地下ピットの揮発性ガスは換気すれば、問題なしとの調査が発表され、地下水の安全性には2点目を含め専門家らが、小池の姿勢に疑問を呈している。政治的には、 歯に衣着せぬ発言が支持を得る一方、政治問題化されるケースもある。批判に対しては安易な謝罪や訂正を拒否し、臆することなく、堂々と反論を表明するという強気のスタンスを貫き、失言によって辞職に追い込まれたことは一度もなかった。日本の慰安婦について、日本人が彼女たちを強制連行した証拠はない。生活が苦しい時期。 女性が売春をすることは金を儲けるための仕事の一つだった。彼女たちは自らこの仕事を選んだと発言した。また野村修介について、艶の席で、なぜ朝日新聞社に乗り込んだ時に、相手、字の社長、中江としただと差し違えなかったと言ってやった。彼は朝日新聞に対して、命がけで決着をつけるべきだったのです。そうすれば、 彼らはもう少しまともな会社になっていたのではないか。朝日が国を売った慰安婦報道をひっくり返した今、なおさらそう思います。河野一郎邸焼き討ち事件を引いて、野村はそれで12年間、刑務所に入りました。もちろん放火という行為は推奨できないが、命がけだった。少なくとも、昔の言論人は命がけ、最近、そういう志の高い意欲は全くいなくなりました。 今、2014年現在は、朝日が何をしようと安穏と過ごせる、結局うやむやにして過ごせる時代ですと発言。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。